2008年8月ナンバーウォークは大阪市中央区の千日前通り地下に設けられた地下街である。東は堺筋から西は四ツ橋筋までの間に広がる。大阪メトロ、南ン駅、近畿日本鉄道、阪神電気鉄道の大阪南ン駅及び近鉄日本橋駅とも一体であり、距離のある各駅を地下で連絡している。また、 南海電気鉄道南馬駅や JR 南馬駅にも隣接する。大阪市が53.7%を出資していた第3セクターから2018年4月1日の民間会社化によって大阪市営地下鉄から民営化した大阪市高速電気機動の子会社となった大阪地下街が運営管理している地下街。商店街は2本の通路が 東西に長く延び西から一番街、二番街、三番街と、別れ飲食、ファッション、雑貨その他、契約240の店舗が立地している。そのテナント売上高は211億7700万円で、ある。憩いの場として、いくつかの広場も設けられており、2015年初頭までは、様々な色でライトアップされる噴水が設置されていたが、 工術する改修工事により減損しない。2015年に大規模な改修工事が実施され、広場の拡充工事が実施された。昭和時代の愛称は、虹の町であったが、ナンバーウォークに解消後も、案内看板を中心に、虹の町、ナンバーウォークという呼び方もされる。住居表示は、大阪府大阪市中央区ナンバー2丁目虹の町1、X5。 ナンバ一丁目二時の町 3X 号、千日前一丁目二時の町 5X 号となっている。ありがとうございます。